ゆうやです。せいやです。我々は今道玄坂にいます。道玄坂の百軒棚、まあ、いわゆるホテル街のところですね。東京都渋谷区道玄坂ホテル街のところにいます。ところにいますと。ここからどこ行くの？これね、道玄っていうね、すごい人気の焼肉屋さんがあるらしいんです。道玄ね。そうそうそう、道玄坂の道玄、道玄坂の道玄さんに今から。どこら辺にあるの？全くわからない。全くわかんないの？でも多分この辺だと思う。あった。めっちゃ渋いやん。あ、ホルモンもあんだ。焼肉ホルモン道玄さんです。これさ、もうめちゃくちゃうまそうなんだよね。全部うまそうなの。こちらです。ちなみにおすすめみたいなのがあれば。一応一番うちの売りはこのリンゴっていうやつなんですけど、リンゴっていうのがちょっとあんまり馴染みないというか。そうですね、この黒毛和牛、これうち全部あの牛肩ロースなんですけど、はい、牛肩ロースの一番真ん中の芯の部分で、はい、シャトーブリアンみたいな部分を薄くスライスして、横に千切りのリンゴを添えてあるんですよ。肩芯ってことですか？まあそうです、そうです。肩芯をリンゴと呼ぶ。そうです。あ、うちが勝手にリンゴって名付けてるだけで。あ、オリジナル。オリジナルで。要はリンゴっていうのは肩芯の薄切りってことですか？そうです、そうです。クロウロン茶美味しいから、これうまいから。サンドリー、クロウロン茶、今日はサンドリーさんのご提供で。使わないかもしれない。せいやの子って基本的に結構カットしようかな。引き出しの。おお、量がおすごい、すごいです。いい匂いするわ。じゃあ、クロウロン茶で乾杯。はい、はい、お疲れ様です。あ、うまいわ。クロウロン茶うまいよね。うまいんだよ。俺、濃いの好きだからさ。実家の麦茶すごい薄かったからね。はい、出ました、実家ディス。それやめろ。ちょっとキャベツを普通にいっちゃおう、うん、単体でまず。めちゃくちゃね、お腹空いてる。お腹は空いてんの、うん、あ、いい、ごま油が、うん、うん、うん、こちら、まず炭塩。うまそう。と、これが噂のリンゴですね。はい、来た、リンゴだ。リンゴの方はこうリンゴ真ん中に置いていただいて、こう丸めるじゃないですか。これ本当にリンゴの先に、ほんまにリンゴです。はい、でほんまにあの焼きすぎるともったいないんで、軽くこう。あ、リンゴくるんでちょっとこうファッてやって。そうですね。はい、そうです。ああ、これタレ的なものつけないの？タレつけてもいいですけど、もう十分味ついてるんで。ああ、わかりました。タン塩からやっぱ、うん、ネギ塩タン。なんで1枚しか焼かねえんだよ。いや、とりあえずこれ俺のターンかなと。俺のターンかなと思って。何で？ネギをここにね、しっかり。うん、あ、これだな、やっぱ牛タンは。うまい、うまい。あ、うまい、このネギが、すごい味が、うん、うん、うん、うまい、おいしい。じゃあ、リンゴいっちゃおうかな。リンゴいっちゃおうか。リンゴは、まずこう、ちょっとこう表面をまず、こう、ね。このリンゴの食べ方は初めてかもしれない。そうだね、リンゴでこう、あれするっていうのは、うん、肉とリンゴ合うからね。合うね、うん、でもこれぐらいで、うん、で、かつここにリンゴ乗せて食べると。で、味が入ってるっていうのでそのまま食べます。すごい、うっ、うん、どう、リンゴ美味しい。あ、リンゴ合う。リンゴ合う、うん、うまい、うまい。焼きリンゴだよね。そう、炙りリンゴですかね。あ、うん、美味しい。どう、だしも。肩芯の部分ですね。本当に柔らかい、うんうん、もう私はこのぐらいの量いっちゃいます。これは贅沢だ。これ食べます。いただきます。柔らか、うまいでしょ、うん、うまっ、うん、リンゴ合うよ、すごい、うん、リンゴの甘みと酸味が肉と合う、うん、和牛に盛り合わせです。盛りましょうか。はい、和牛のいろんな盛り合わせでしょう。そう、カル、カブリ、ゲタ、切り落としの、うん、大体3つが入ってます。ゲタ、
そんな感じかな、うん、やっぱ油のね多い場所なんで。では下駄いきます。タレでねしっかり。うん、あ、おいしい。あ、うん、うまい。うん、うまい。ちょっと切り落とし何枚か。タレをしっかりつけて。何なの。いっちゃいましょう。あ、いいね、柔らかい。あ、うん、柔らかい。うん、ハラミ、熟ハラミ、熟ハラミ、うん、熟ハラミ、熟したハラミ、熟成のこうタレに漬け込まれた、しっかり、これは横焼きですね。横焼きでしっかりこう両サイドで。ちょっとね、表面のタレが少し焦げるぐらいまで焼いちゃったら、それぐらいいっちゃった方がもういいかな。うん、さあもうちょっとね、ゆっくり焼きたいですけど、いっちゃいます。うん、あ、うまいね。うん、あ、うん、あ、いいですね、ハラミ、おいしいね。うん、うん、この辺かぶりかな。ぽいね。うん。うん。うん、失礼します。こちら黒毛和牛で、こちらが羽根下、こちらが三日月ですね。まあ、大トロ、中トロみたいなですね。お、いただきます。それがまあ、座布団かな。いいとこだね、要は。うん、羽根下。うん、で、その三日月っぽくなってるのが、本当に三日月。お今ちょっと火がほってなった。メラみたいになった。はい、いきます。いきます。めちゃくちゃ柔らかい。うん、美味しい、うん、柔らかくて美味しいです。これ三日月です。しっかりね、火をこの辺で。やっぱ焼肉っていいな。焼肉いいよね。うん、年齢ではいけます。うん、やわらかい。うん、おいしい。うん、うまい。うん、うまい。うん、うん、三日月うまい。うわ、脂がすごいですね。ザ麺、ザ麺ということです。はい、今ものすごいテロップでザ麺出てる。映画のテロップも出てます。おすすめトッピングで、あの卵黄を乗せれますけれども、じゃあそれも。じゃあ、はい、かしこまりました。ありがとうございます。卵黄トッピングドン。ザ・メン。ドン。ドン。こちらがザ・メンです。ザ・メンってカルボナーラみたいな感じですか。カルボナーラ、まあ、生クリームは入ってないんですけど、はい、まあ、ごま油、もやし、ネギ、塩。本当にこれザ・メンだね。メンで、まず卵を混ぜて、軽く混ぜてとおっしゃってたのね。こう軽くこう行き渡らせて。こんなんね、まあ、そんな混ぜない方がいいよね。そうそう、これぐらいの感じで。ビッグメン。うん。どう？あ、これいいですね、締めに。うん、しかし締めっぽい。うん。麺も硬麺で。締めっぽいって別にそういう締めっぽいじゃなくて、うん、締め風っていう。締めっぽいわ。麺、マジで。締めっぽいってそういう締めっぽいじゃなくて。
締め風のことです。締めっぽいっす。締めっぽいってそういうことじゃない。言葉遊び。早く食べろって思ってるでしょ。どうせ使わねえもんね、ここが。あの麺が固めんでね、非常に好みの感じ、うん、味も濃くて好きだね、これは。うん、うまい。うん、これ締めにいいね。うん、大変美味でした。ごちそうさまです。あ、雨も止んでよかった。美味しかったです。じゃあ行きましょう。和牛最高。